皆さん、こんにちは。タグの株ブログも書いている、タグです。タグの株ブログは資産形成に特化したサイトとなっています。概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧ください。高配当が好きな私は日々、企業の分析を行っています。今回は、私の贔屓にしている、インペックスについて解説したいと思います。以前は、国際石油開発定石という称号でしたが、21年4月1日に称号をインペックスに変更しています。インペックスはコロナ禍ですごい勢いで株価下落していた時に、平均取得単価550円くらいで購入した銘柄です。私にとって思い入れのあるインペックスは、2021年5月13日に第一四半期の決算を発表しました。2021年度の第一四半期はどのような結果になり、今後はどうなっていくのか、インペックスの情報をもとに、私の意見も含めて解説したいと思います。インペックスの株を購入しようかと思っている人の参考になれば幸いです。石油業界について興味のある人は、石油業界についてまとめた動画もありますので、概要欄に載せておきます。まずは、インペックスがどんな会社か知らない人のために解説します。インペックスは、2008年に国際石油開発と帝国石油が合併してできた企業です。日本最大級の石油・天然ガスの開発企業です。世界各地で石油・天然ガスを探鉱し、開発・生産販売をしています。日本最大の埋蔵量・生産量規模を誇っています。再生可能エネルギーは、地熱発電、ソーラー水素プラントに取り組んでいます。筆頭株主は日本政府です。主要取引先にエネオスも含まれています。また、連結子会社は65社、持分法適用関連会社は20社あります。主要な取扱商品は、石油、天然ガス、地熱発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー。世界各国での天然ガスや油田プロジェクトです。再生可能エネルギーの取り組み強化として、ポートフォリオの1割を地熱発電事業や風力発電事業などへの参入拡大をする計画を発表しています。インペックスは日本最大級の原油・天然ガスの開発生産企業で、他の石油開発企業としては、石油資源開発や三井石油開発などがあります。インペックスは特に、豪州で大型ガス開発、LNG、液化天然ガス事業を推進しています。インペックスの業績についてです。これは、四半期ごとの売上高と営業利益のグラフです。2020年度がいかに悪かったかが一目でわかります。一見すると、当期の1Q は、2020年度の1Q と変わらないくらいの業績を残しています。では、そんなに良くないのか?というと、そういうわけではないようです。第一四半期の業績を見ると、前期比で売上高は 2% の減少、営業益は 5% の増加、経常益は 1% の減少、最終益は 13% の増加となりました。売上高は約59億円の減少となりました。減少の要因は、販売数量は減少しましたが、平均単価が上昇することにより相殺され、平均為替レートが円高になったことにより60億円の減収、その他売上が約5000万の増収で、差し引き59億円の減少ということでした。とても複雑ですね。インペックスに限らず、石油関連銘柄は、国際原油価格と為替レートが重要ということは覚えておきましょう。通期の売上高と営業利益のグラフです。2021年度は V 字回復予測をしています。これは、2021年2月に発表した業績予測よりも上方修正されています。情報修正の内容を見ていきます。1月から6月までの上期、
1月から12月までの今期の業績予測の両方を上方修正しました。下の段の今期の修正を見ると、売上高は 19% 増加、営業益、経常益、最終益は 35% 以上の増加修正を行い、増配も発表されました。2021年度の業績予測は、前期比で、売上高は 36% の増加、営業益は 81% の増加、経常益は 87% の増加、最終益は1400億円を予測しています。2020年度は苦しい1年でしたが、わずか1年で V 字回復予測をしています。業績については、原油価格が起初時点よりも回復基調にあることを踏まえ、原油価格の前提条件を見直ししたということです。また、今回の第一四半期の実績が上振れしたことも加味しての修正ということでした。インペックスの株価と配当についてです。これは、2021年5月14日時点での株価です。株価は800円前後まで戻してきました。前日の決算発表で業績及び配当予測を上方修正したことが好感されました。配当金についてです。2020年度は減配により年間24円の配当でした。2021年度は2月に発表された年間3円の増配からさらに今回の決算では6円を増額し、合計33円の予測となりました。中間に 16.5 円、期末に 16.5 円の合計33円です。配当利回りについてです。配当利回りは 4% 前後となっています。今回増配の発表をしたことにより、株価は上昇しましたが、配当利回りは 4% 台に乗っています。4% あれば、十分高配当と言えます。配当成功についてです。2020年は赤字だったため、自分の体力を削って配当を出していたため、配当成功の計算はできません。2021年は黒字転換を予測しており、一株当たり 95.9 円の儲けで、33円の配当予測となっているので、計算すると、配当成功は 34.4% くらいになりそうです。2022年度までの中期経営での還元方針は、配当成功は 30% 以上を想定しています。2月に発表した一株27円の配当の場合、配当成功が 28% ほどになってしまうため、業績が上向いたことによる増配を実行した形となりました。株主優待についてです。株主優待はクオカードと直江津 LNG 基地の見学です。株主優待は2019年より開始されました。100株で抽選ではありますが、LNG 基地の見学ができます。普段できない体験なので、小さいお子さんがいる家庭にはいいのではないでしょうか。インペックスのキャッシュフローと財務についてです。営業キャッシュフローはしっかりと増えているので、本業で稼ぐことができていると思います。投資キャッシュフローのマイナスが多いということは、設備投資など将来の利益につながる活動に資金を使用しています。2021年度の第一四半期終了時点での自己資本比率は 59% と数値的には変わっていません。好業績を残せたことにより、利益剰余金は増えています。有利子負債倍率は 0.45 と1を切っているので良しと見ています。まとめです。インペックスは日本最大級の石油、天然ガスの開発企業です。売上は中東、アフリカ、アジア、オセアニアで全体の約8割となっています。2020年度は赤字転落でしたが、2021年度は黒字転換で前期比でトータル9円の増配を発表しています。石油関連株は国際原油価格と為替レートも重要です。2021年12月期第一四半期の決算を発表したインペックスを解説しました。コロナが収まってくる期待もありますし、
まだまだ原油の需要は2030年頃までは成長していくという予測もあります。私の平均取得価格の550円前後まで再び落ちてくるまでは買い増しはしませんが、思い入れも強い銘柄のため今後も追いかけていきます。今後も別の個別株も解説していきますので、一つの参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。このチャンネルでは生活改善情報を発信しています。励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。